SM どこ行くんでしたっけ今から。とりあえずね、うん、鶏肉ね、有名な金南蛮か、発祥の地っていうとこね。ああ、そこですね。はい、そこでご飯食べます。特盛りですよね。そう、ランチね。はい、はい、またこれ何肉の地、ね、大分県のね、鶏天発祥の店ですね。すごいですね、東洋軒さん。めちゃくちゃ町です。すごい町ですね。行列が30分以上、1時間以上、広い店なんですけど1時間ぐらい待つみたいですね。はい、ここのね、元祖鳥天です。元祖鳥天、これ元祖哲也です。はい、元祖哲也です。元祖鳥で、ゆず鳥天定食と、はい、ね、これ単品ね、はい、で、あとは酢豚の定食とかもありますけど、まあ本家鳥天定食ね、1250円、はいはいはい、鳥天がめちゃくちゃ多いから、はい、そういう感じですね、はい、なんでゆず鳥天か普通の鳥天かっていう感じですけど、はい、じゃあ私ゆず鳥天食います。ゆずいけます。はい、いいですよ。じゃあ本家鳥天で、はい、私ゆず鳥天いきましょう、うん、ご飯大盛りじゃなくていいですか。ライスは大盛り無料です。はい、はい、両方無料でよろしくお願いします。お願いします、はい、すいません。はい、以上です。ありがとうございます。丁寧ですね、専務。今回も丁寧ですよ。やっぱね、自分のチャンネルでね、口が悪いってよくね、突っ込まれるんでね。今日もさっき入ったから消してやったんだよ。すぐ消す。ブロックね、もう。すぐ消す。ブロックしてやりましたよ。だけどさ、今日さ、ここのランチ食べてる人さ、うん、綺麗な子多いんだよね。そうなの、うん、いいな、みんな可愛い子と一緒に来れて。いいな、出会う。出会わないよ、風俗嬢しか。不足じゃなかったか、可愛い子は。可愛いのはさっきの子なんか超いい足してたの、うん、好きになりそうだった。あの男超羨ましい。デートしたいよね、可愛い子と。まあ年的に無理だね。可愛い子はね、ちょっとね、もちろんの年だともう厳しい。やっぱね、30ちょっとぐらいの時に超いい女をね、見つけとくべきだったね、うん、いたか、その時は。いたね、いっぱい愛してた。結婚したかった。今お前は無理だよ。でも、あれ、いっぱいすぎて結婚不適合者だもんね。か、無理か。いいな、一緒に写真撮ったりとかしたいな、俺も。いいじゃん、俺ら動画撮ってるもん。こんなの別にやりたくねえ。YouTube なんか別に全然やりたくねえよ、もう。カップルばっかだもんね。カップル、カップルが行くとこダメだな、社長には刺激が強すぎて。もう、本当だよ、もう。またムラムラしてきた、もう。抜きすぎなのに。抜きすぎなのに、ムラムラ。いいね、でもね、本当に。若いからね、みんな。青春だよね。青春だね。うちら一番下ぐらいじゃない、うん、うん、そうだね。やだね、それね。飯屋でうちら一番おっさんってさ、もう終わってるよね。まあしかもね、うん、おっさん二人であの主婦ベアルックでって見られてるね。ベアルックじゃねえよ、 YouTube で T シャツだよ。本当に全然ベアルックじゃねえし。鳥天二つぐらいじゃさ、大丈夫。もう2時だからさ、またまた夜もう死んじゃうぐらい食べちゃうんだからさ。今日体重計はかかった？かかってない。じゃあもう痩せてるね。83じゃない？いや、絶対それはないね。5はオーバーしてるよ。してないよ、83ぐらいね。痩せてるもんね。そうだね、これ、うん、5はある。こちら、ゆず鳥天定食の、はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。すいません、持ってますか。これがね、ゆず鳥天ですね。これが専務のね、はい、鳥天定食ね。はい、ね、はい、じゃあ食べていきます。いただきます。いただきます。いただきます。そうですね、じゃあいただきます。発祥の鶏天、カボスのノーマル。うんうん、柔らか。もうちょっと硬いかなと思ったらね、柔らかい。うん、これはでもあれかな、あの胸かな。胸肉かな。でもね、すごい柔らかい。そうっすか、うん、じゃあ私もね、
じゃじゃん。うん、俺地鶏ってもうちょっとね、硬いイメージだったんだけど、これはすごい柔らかくて美味しいね。あ、そうだね。先輩、ゆず食べてみて。はい、ゆず。ゆずすごいね。すごいゆずの風味。で、からしとね、つけてね、タレをつけて、いただきます。ゆず、いただきます、ゆず。あ、まあちょっと爽やかな風味がする程度で、ね、別に味が特にあれだよね、癖が強いわけでもないし、すごく美味しいです、食べやすい。でこれね、なんか中華スープになってますね。中華スープです。まあ、じゃあ、その取り手ね、スノーセムの取り手、いただきます。いただきます。あ、肉の分が違う、すごいよね。本当？あれ、こっちの方が爽やかだな。こっちの方が好き、俺は。ゆずの方が私はね、好きです。おいしい。ご飯、お前結構あるね。あるね。はい、スープも美味しいよ。鶏スープ。確かにね、すごい濃厚ね。なんかね、トロットロしてるね。あんまり、うちらの地元ではあんま飲まないスープね。トロットロ、トロットロしてるっていうかね、すごくね。これでも結構量多いよね。結構多いね。最近でも思うのがさ、みんなね、夜の業界の子たちが、もう今さ、まあ、コロナの時期で、もうな2年ぐらいマスクつけてるじゃん。2年とは言わない。マスク取らない子増えたよね。逆にお店で、お店でじゃなくて普段も、それがあってだもんね。目がさ、すごい綺麗な子がいてさ、この子綺麗だなと思ってマスク取ると、げんなりっていうの結構多いよね、最近ね。めちゃめちゃ多いよね。マスク美人が多いってことね。多い、マスク美人が一番多い。あ、もうマスクに騙されちゃう感じね。そうそう。なんでこの話をしたかっていうと、今ねあれだったんですよね。察してくれました。すごく綺麗かなと思ってた。うちらの話せるようなレベルではないんだけど、ただ言いたかったって。外見好きそうだもんね、結構パッと見。ほんと結構な量だよ。女性じゃなかなかきついんじゃない、ねえ、男のおぐちゃらならいいけどね。もう地元じゃさ、ソウルフードかもね。うちらのところで言うさ、爽やかとかさ、そういう感じだね。東洋圏の今日、鶏天食べ行こうぜみたいなさ、そんな感じかもしれない、でも美味しいもん、ね、本当に美味しい、量もあるし美味しいし、あ、はい、完食。やっ、あー、これ美味しい、本当に美味しかった。あと2つ、なんかお客さん入るよ、これが。美味しいもん、量があってさ、もう完璧じゃん、味が、柔らかさも、ねえ。ランチはこれが750円ぐらい食べるんでしょ。まあ、これはこれなんだけど、値段変わんないんだけど、750円でその他に定食がね、ランチ定食が食べれてっていう感じだから混むだろうね。まあやっぱいい店だと思うよ。あの夜とか、まあ昼は分かんないけど、夜のコースメニューとか5000、6000、7000ぐらいでね、コースメニューもあったりするからさ、しっかりしたお店だと思うよ。じゃあ忘年会とかそういうのもあるんだかね、今はコロナ時期だからね。まあ広いしね、丸テーブルも奥にあったりね、個室もあったりしたし、本日はね、大分県の東洋県さんにお邪魔させていただきました。どうでした、朝日？いや、めちゃくちゃ美味しかったよ。本当に美味しかった、これ。東洋県ね、マジでおすすめ。いや、美味しい美味しい、柔らかいしさ、
味もいいし、ね、醤油にまた合うしさ、うん、ボリュームもね、そう、ご飯も最高なんでね、スープも全部美味しかったよ、うん、まあご飯大盛りも無料みたいなんでね、うん、ぜひね、皆さんね、来てみてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。それではチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それではね、みんなバイバイ。バイバイ。